1984年のことでした。ロシアの宇宙ステーションサリュートにて6人の宇宙飛行士は180日間以上滞在した時でした。彼らはある日外を見て不思議な現象を拝見したのは7体の巨大な、まあこれは天使でしょうというふうに言われていますが、いかがでしょうか。今回の、Angels and Aliens 宇宙人と天使について深く検討していきたいと思いますのは、我々の時代に宇宙人と天使は違うものだとよく言われていますけれども、古代から今に至るまで、全ての文化にこういった、翼を持っている者たちと人間との関わりがあったことは間違いありません。堕天使の話もありますよ皆さん。では我々とどう関係してるのでしょうか。我々は実際に彼らとの交信ができるのでしょうか。そして目に見えないものもあり、目に見えるものもあり、ぜひこの天使と宇宙人の公演にいらしていただきたいと存じます。エハン・アンソニアの Angels and Aliens。